銀魂銀魂劇場版銀魂完結編万事やよ永遠なれ劇場版銀魂完結編万事やよ永遠なれは空知秀明による少年漫画銀魂を原作としたアニメーション映画2013年7月6日より全国公開週刊少年ジャンプ創刊45周年記念作品2 0 0 9年から第3期にわたって放送されたテレビアニメ 銀魂の劇場版第2作アニメシリーズ完結編と位置づけられておりアニメ版の集大成とも言える本作は原作者の空地秀明がストーリーとキャラクター原案を手掛けた完全新作エピソードとなっており主人公である坂田銀時の過去にまつわるストーリーが描かれる主題歌はテレビアニメでも2回主題歌を手掛けたスパイエア劇場前売券は 1> 第1弾が2013年3月23日、第2弾が同年6月1日から発売され、購入特典として、各キービジュアルがプリントされた特製クリアファイルがプレゼントされた。また、入場者限定特典として、コミックスレイカンフーメモ帳と3枚重ねると1つの絵柄が完成する3位一体フィルムが配布された。表紙は、 原作者のソラーチによる描き下ろし。キャッチコピーはアニメ銀魂ラストエピソード、その手で未来を。全国127スクリーンという規模で2013年7月6日から7日初日2日間で動員22万1469人、公衆2億8、185万9900円を記録し、映画観客動員ランキングで初登場第4位となった。また、 ピア初日満足度ランキングでは第2位となった。公開から1ヶ月後には観客動員数が100万人を突破し、それを記念して原作者の空地秀明のメッセージ付きのポストカードが配布された。なお、本作公開後の約1年半後にあたる2014年12月、2015年4月からテレビ新シリーズの放送が発表され、厳密には完結作ではなくなったため、 テレビアニメ新シリーズ第1話冒頭はこれをネタにした謝罪会見から始まった。ある日、映画館の見回りのバイトをしていた銀時は、突如現れたタイムマシン、時間泥棒によって5年後の未来へ飛ばされてしまう。そこで銀時が目にしたのは、自身の墓、そして見るも無残に荒廃した江戸の町であった。銀時は自身を未来へ連れてきた理由を問うため、 時間泥棒の制作者である平賀玄外を創作するが、その過程で5年後の未来に白呪いと呼ばれる死病が蔓延していることや、上位戦争時代に自身が倒した敵である演美がその死病に関わっていることを知る。そして潜伏する演美を探し当て、倒した銀時は、それが5年後の自分であるという驚愕の事実に直面する。演美の正体はナノマシンであり、 上位戦争時代にすでに銀時に帰省していたこと、いずれ金時自身が白呪いの発生源となり、世界を荒廃させてしまうことを5年後の自分から伝えられた銀時は、過根を断つために時間泥棒を使って、過去へタイムスリップし、演技に帰省された直後の自分を葬ることを決意する。しかしその行為は、金時やバンジアの存在が未来から消え去ることを意味していた。 銀時は戦場にいた過去の自分を一突きし、すべてが終わったかに見えたが、そこにいたのはなぜか自分に変装した長谷川であった。銀時だけが消えるのをよしとしない仲間たちもまた過去へ駆けつけていたのである。戦争に参加するはずだった過去の銀時たち上位志士は長谷川の手で酔い潰されており、守ろうとした歴史が大きく改変されたことを嘆く銀時であったが、 仲間たちの意志を組んで演味との決着をつけ、過去の銀時への規制を防ぐ。歴史が改変されたことで、今までの銀時たちは存在しないことになり、消滅するが、改変された歴史でも再開することを誓い合うので、あった。桂一派上位戦争時代の上位志士2013年12月18日、発売。発売元は、アニプレックス。販売元は、 ソニーミュージックディストリビューション、ありがとうございます。